この作品では名古屋およびその周辺の方々への偏見が随所に見受けられます。そのことにご留意いただき、名古屋愛あふれる本作品をご覧ください。ちなみに名古屋出身の私が好きな名古屋飯はフルーツ大福です。おほほ、俺も食べてみようかな。もうやだ、私東京帰る。落ち着けって、そんな騒ぐことじゃないだろう。そんなことあるよ。なんでなんでなんで全国ツアーなのに名古屋がないの。仙台や広島まであるのに。この現象を名古屋飛ばしという。1992年新幹線のぞみが名古屋駅をすっ飛ばすダイヤが組まれたことから話題となった言葉である。本日は名古屋飛ばしの代表的な事例をご紹介いたしましょう。事例その1、深夜アニメ。来期のアニメも楽しみ。早速録画予約しないと。放送局は愛知の放送がない。かつてはオタクに優しい地として多くの深夜アニメを流していた愛知だが、年々その数が減少。近年では地上波の放送数は東京に比べ3分の1以下にまで下がっている。あ、でも岐阜でやるんだ、よかった。しかしなぜか岐阜や三重では放送されたりする。謎である。事例その2、麺類チェーン。なあ、腹減ってるし行こうかな。名古屋にない、新潟や京都にもあるのに。とにもかくにも麺類が大好きな名古屋人。そのこだわりゆえか、各地の麺類チェーン店が出店しては消え、出店しては消え、全く根付かない。まさに麺類鎖国状態なのである。うちらにはスガキ屋がある。事例その3、イベント。原画展名古屋でやんないんだって。ショック、名古屋飛ばしじゃん。ヤトガメちゃん華麗にスルー。名古屋人として強く生きるヤトガメ、ちょっとやそっとのことでは動じない。説明を続けよう。名古屋飛ばしイベント。東京大阪からさほど距離がないせいか集客が分散し、名古屋の人はどっちかに行けばよくない、という考えから生まれる悲しき現象。名古屋飛ばしの事例は今回ご紹介した深夜アニメ、麺類、イベントの他にも様々な事例が報告されている。名古屋に住む全ての人々が苦しめられているのである。なんで福岡ではやるのにね。あまたの名古屋飛ばしを受けてきた雇がね、故に体勢もついてきたはずだった。しかし福岡にだけは負けられない。特に名古屋のチームを応援していなかったとしても、ホークスやアビスパには負けたくない。それが名古屋人の定めなのである。福岡、日本の第三都市候補として何かと名古屋と比べられる。グルメ、観光、住みやすさや、どちらがコーヒーチェーン店の店舗数が多いのかというしょうもないことまで、とにかく負けたくないとバチバチなのである。福岡じゃにゃーって。